高橋由一チャンネル。ロックダウン論が、強まってきていて、うん、西村さんなんかはお盆の集まりは絶対に避けてみたいなことを言ってたりとか、うん、そんな中バッハ会長が銀座行ったりとかいろいろしてますけども、うん、この情勢についてちょっといろいろお聞きしたいんですけども、まあ、あのね、あのまずね、こういうのを理解するときに、日本がの現状が世界の中でどうなってるかっていうのを、はい、基礎知識としてあった方がいいですよね、はい。で、日本の場合ね、ロックダウンできないんです。できない。うん、それで、世界はできる。はい。で、私が一回ね、あの、非常に下品な表現を使ってね、はい。すごく話題になっちゃったことがあったけど、これはそれを、その話をしてて、日本の緊急事態宣言っていうのは、世界の先進国から見れば5割程度しかできないから、はいはい、その意味ではロックダウンできないんですって言って、その理由としては憲法改正がないからって言ったことあるんですよ。はい。で、これはファクトとしてそうなんで。うん、で、あの、私権っていうのは、一番典型的なのは移動の自由。はい。っていうのは一応憲法で認められている、はい、で憲法で制約を外すと公共の福祉ってしかないから、はい、だから移動の自由を根本的に禁止して、うん、もし移動の自由した時には罰金を払いますと、はい、罰金を取りますと、そういう法律は実は日本の今の憲法ではできないです、うん、でこれを作るためにはあの非常事態条項っていうのは、はいはい、非常事態になった時にはそういうのができるって規定を憲法に置かないとできない、はい、ただし日本の憲法は改正したことないから、うん、そういう規定がない、うん、それで非常事態宣言はできない、はい、でそういう意味では私権の制限は完璧に抑えることは、私権を完璧に、うん、あの罰金をつけて抑えるってことはできない、はい、せいぜいお願いしかできない、うん、というのが今の現状ですよ、はいはい、でそういう中の今の憲法改正しなかったから今の現状で考えると自粛っていうのをお願いするしかできない、基本は。はい。きりと海外だと、戒厳令っていうのがあってね、うん、もし外出してて、密、誰かがそれを咎めるときに、あと罰金ですよって言えるんだけど、はい、日本は言えない。はい。あの、あと、入国かなんかでも勝手に行ったら、もう、豚箱に入れますよって、そういうのを海外だとやるんだけど、日本はできない。なるほど。お願いなんです、すべて。で、このお願いっていうのは自粛ってなわけ、うん。で、自粛っていうと、それを政府がやってるから、バッハさんは自粛違反じゃないかっていう言い方するんだけど、はい、英語できちんと説明すると、自発的な意思で自分で行動をやめるっていうのが自粛の英語の定義になるわけね。はい、そうすると、ああ、そうですか、自発的な意思ですかっていうと、うん、不要不急は誰が決めるのか、はい、って言ったら自分で判断せざるを得ない。はい、でそれは自粛っていうのは英語できちんと説明するとみんなそうなっちゃう。要するに罰金がないから。はいはい、だからその意味でバッハさんは英語で説明聞いたと思うんだよね。はいはい、で、もうすべて自分の意思でやってくださいっていうふうな、あの、ことに理解するよ。あ、そうすると丸川さんが言ったら。正しい。あ、もう今の法律上、今の現行法制上、英語で説明するとそうなっちゃう。で、あれはだから丸川さんが言ったのは更新としてけしからんって言うんだけど、うん、それで英語で説明したらそうなっちゃうよ。だから英語で聞かなくて自粛って言ってなんとなく規制があるように思い込むっていうのは日本人だわけだ、うんうん、であれ全部英語で説明したら規制っていう意味ではあのないです、はい、それで自分が判断するんです。で極端に言うと不要不急を自分で判断してあの外に行ってお盆を規制するんですよね。その時に誰が見つかって誰に咎められるかって言ってあの本当のロックダウンだったら、はい、警察がそれ見つけた時に罰金になるわけ、はい、でもそれはない、うんだから英語で説明すると日本はこのいくら緊急事態宣言してても規制がないってそういうふうに思われる、うんうん、これはだからあの議論を今頃するとも言ったんでこんなの1年前に分かっててその時に憲法のあの改正する余裕もないしそもそも憲法改正をその非常事態条項を入れるのを反対している政党ばっかりだからね、はい、そんなのできないよ。できないから、結局的に、まあ、これ民主党なんかはそれにずっと反対してるんだけど、はい、だから民主党の時にできた、あの、なんだっけ、緊急措置法案でしょ、はい、あれ、私権制限ほとんどないの、はいはい。ほとんどないっていう意味はちょっとはあるんだけどね、うん。それで公共の福祉としての話でちょっとはあるんだけど、こんな世界のレベルから比べたら、うん、本当にもう、あの、5割レベルの話だから、うんまあ、世界の、基準と比べるへでもないような話なんですよ。うんその憲法改正反対って言ってる人ほどゼロコロナって言ってるのがちょっと辻褄まあ無理だよ。だから要するに政府の中でようやくこの憲法改正でもね憲法改正っていきなり言うとまた次は反対になるからロックダウンが必要だっていう言い方でごまかしてるんだよ。あ、ごまかしてる。それはそうでしょ。
本当に真面目にやろうとしたら今の状況でロックダウンはできないから、はい、海外と同じの意味でね、はい、ロックダウンって意味は外出してたらもう罰金取るって話だよ、うん、これはできないから、うん、ここでいくら議論しても実は憲法改正 しない限りは、はい、まともな話はできないんで、なるほど、だからおそらく菅さんは慎重だって言ったのは憲法改正する時間がないでしょって言ってるだけだよ、はいはい、でも下村博文さんは憲法改正したいから、はい、もうそんなこと言ってないでって言ってる、だからこれはだから自民党の総裁選でこれから議論になって面白いと思うよ、はい、私は、で私が以前言ったへでもないっていうのはこのことを言ってるんだよこのことを早く議論してくださいって言ってるだけなんだよね、はい、でもだからそういう意味では議論するのは私は賛成だけど、うん、今まで憲法改正反対の人だったらどういうふうに言いたいかだね、うん、憲法改正反対の人は今でもできるって言い方するんだけどね、しますね、無理だよ民主党の時に憲法改正しないで緊急措置を作った時にだから今ではできないでしょって言うんだよ、それが答えなんだ、憲法改正する反対する人は、する人はね、不公共の口で読めるって言い方するの、これはもう危ないよ、解釈っていうか読めるなんて言ったって読めないんだから、今までできないんだしね、立法もできなかった、民主党の時も立法できなかったでしょ、それをだから超法規的にやりたいですかって逆に言うぐらいで、それぐらいだったら憲法上のちゃんとした規定を作って、それに基づいて法律作った方がいいですよ。9条もそうですけど、うん、解釈で変わるのはちょっと、まあ、そっちの方が危険だよね、危険ですよね、うん、まあ集団的自衛権ぐらいだったらなんとかなるんだけど、うん、この私権制限の話は根本的だから、だから公明党もこれについては反対だよ、あ、うん、だからその意味でみんな慎重っていう方たちですよ、菅さんが慎重っていうのは時間がないからっていうそれだけで意味だけどね、みんなが慎重だったらもう一応変えられないと、そうできないよ、だからずっとできないから、このロックダウンっていうのは議論するだけ意味がなくて、今さら議論してるっていうのは単なるなんか種がなくなったから、ネタがなくなったから時間の先延ばしぐらいしかないよ、これつまんない議論だよ、相当無理ですね一回だからね、このね、こういうふうなロックダウンが必要かどうかで憲法改正の是非っていうのでね、私をぜひテレビに呼んでもらいたい相手が誰が出てくるかだよね、出てこれないんだよこれ、みんな憲法改正反対の人がね、うん、出てこれないんだよ、こうなると、うん、今のこの事態に憲法の規定がないからロックダウンができないんですよ、だから憲法改正を一応してねできるような状態にしましょうっていう議論に対しては憲法反対の人は出てこないんだよ、それなんで、いや9条反対するなら分かるんですけど、そこも反対するんだよ、とにかく憲法改正だからでしょ、とにかく嫌なんですよ、とにかく嫌だからこの YouTube 見ててね、我と思う人来てくれたら私は討論しても構わないけどね、だって世界中でこんなの緊急事態条項がない憲法なんてほとんどないんだもんもう面白い状態だよこれ、だからこういう風な話をするとね、具体的でしょ、憲法反対改正反対論者がすごく困るんだよ、うん、西村さんがわりかし高圧的に言って評判悪いんですけども、今回も絶対に避けろみたいなことを言ってるんですよ、まあ自粛だから丸川さんが丸玉さんがつい思わず本当のこと言ったじゃないご本人の判断です、英語で全部説明したら全部ご本人の判断になっちゃう、西村さんは誰の意見で言ってる、自分の意見、じゃあ自分で自粛言ってるだけなんだよ、だからそれを強く言うだけなんだけど、じゃあバッハさんに英語で説明してみなって言ったら同じ答えになるよ、ああそうなんですね、だって自粛をきちんと説明したらね、誰が判断ですかって、罰則なくて罰金もないですって説明せざるを得ないもん、ってことはこれを見てる人も一応自分で判断すればいいっていう、そうだよ。ですよね。最初からそうだよ。なるほど。不要不急誰が判断するのって自分で判断するしか、だから誰か判断してくれんの、うん、無理だよ、うん。不要不急の判断なんてもうは。だから不要不急自粛と言ってる段階で自分で判断しろってことですよ。ゆるゆるってことですね。もちろんそうだよ。それはだってできないんだもん、今まで。ロックダウンみたいな話が。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。